皆さんこんにちは、ピアニストの小泉隆史です。どうもこんにちは、太田優です。さてさて、今回なんですけれども、もういきなし話題に入っていきたいと思うんですけれども、著作権とか権利関係のものに的を置いた話をしてみたいなと思って、今回の動画を作ってみたんですけれども、著作権って何なのかっていうことを、まず太田優さんの方から説明をしてもらいたいと思います。簡単に言えば、作品を作った人に対する権利、作品を作った人、作品っていうのが著作物っていう扱いになるんですね。で、著作物を作った人が著作者で、その著作者の人に認められる権利、それが著作権です。作ったことによって、例えばじゃあその作品が売れたらその利益をもらえるとか、そういった権利を持ってるよっていう話。この動画を作ろうと思ったきっかけっていうのが YouTube。 ほう。自分がね、こう YouTube チャンネルをやるようになって、自分の名前を検索したわけ。ほう。そしたらね、昔のそのコンサートであったりライブであったりする画像と演奏が流れてくるわけよ。はい。で、それが正直本人的には快くない。なるほど。っていう、つまり勝手に上げられちゃってるって。そう、大抵さ、大きいカメラさん入る時なんかは前もって連絡来るじゃん。そうですね、言われますよ。そうじゃない、まあ、ちっちゃいライブであったりとかさ、携帯で撮られてて上がってたりするのがあって、そこら辺っていうのは権利的にはどうなの？はい、権利的には NG です。やっぱりちゃんと写ってる人には肖像権があるので、許可を取らないとダメなんですね。事前に、じゃあこれを YouTube に上げていいですかとか、撮影して、まあ、そもそも撮影していいですかっていうところから始まるんですけど、だってテレビのさ、街角インタビューとか見てると、こうインタビューされてる人は、まあ、もちろんね、許可取って顔写してるけど、周りの人とか通行人とかってよくモザイクかかってるじゃん。あれもそういう問題があるからなわけだよね。そうですね、はい、っていうことは、本来は僕が許可してないものを YouTube に勝手に上げちゃいけないっていうことなんだ。そういうことです。まあ、そこを全部なんて言うんでしょうね、取り締まるってなると結構難しいと思うんですよ、やっぱり。まあ、だから目が届く範囲はとりあえずやっぱりちゃんと、今みんながテレビ局になりうるっていうことを言ったじゃない。そうですね、お手軽に動画も撮れるし、お手軽に写真も撮れるし、でお手軽にそれを世間に公表することができるから、世界中に公表できちゃう。だからこそ、その皆さんのモラルがすごく問われる時代なのかなと。いや、そうですね。だから本当に利益が関連してくる、利害が関係してくることになると、ちゃんとした対処をしなきゃいけなくなるんですけど、そうじゃない、うん、まああくまでなんて言うんでしょう、そういう不快であるとか、うん、程度のことだと、どこまでできるのかっていうのが難しい問題になってきますから、うん、もうそうなったらもう完全にそのお互いのマナーの問題、うん、あとは撮影するときに撮ってもいいですか、あげてもいいですかっていうのをちゃんと許可取るであるとか、うん、そういったもうモラルの問題かなっては思います。やっぱりさ、こう我々は音楽を仕事にしてて、演奏してお金をいただくわけじゃない。お金を払ってライブだったりコンサートだったりを聞きに来る人もいるわけじゃん。で、演奏っていうのもさ、やっぱりその日のライブだからこそできるもんだったりとか、ちょっと自由に気ままに音で遊んでみようよっていうような日もあるし、そこが勝手に使われてしまったりすると、意図そぐわないかな。自分が残そうと思って演奏している音なのか、ライブ感漂う中で演奏しているのかっていうのは、これはプレイヤーさんならよくわかると思うんだけど、違うじゃん。そうですね、やっぱライブとレコーディングって違いますよね、うん、例えばじゃあレコーディングだったらいただく金額も変わってくるし、うん、じゃあコンサート VTR 撮ってそのまんまじゃあ商品にして売りますってなった時には、もちろん契約であったりとか内容も違ってくるから、勝手に載せられるのはちょっと快くないなと思うかな。その載せ方もさ、世間に知ってもらいたいから、むしろ宣伝みたいな、宣伝してくれてるっていうのもあるのかもしれないけど、うん、そうじゃなくって、演者本人が自分のコンサートを YouTube にアップしてるっていうのはもう一番俺嫌いなタイプで、全員出演者の許可取ってんのかよっていう話で、バンドのサポートメンバー一人一人にちゃんと一筆もらって乗っけてんのかよっていうところもさ、思うわけ、ね、うん、一言断りがあるかないかっていうのは
自分がだって音楽やってる人だったらなおさらじゃないこれ。だからそこら辺をさ、なんかピシッとしてほしいなって。よくライブとかでさ、こうひょいって携帯出してさ、こうやって動画撮ってる人とかいるけど、堂々とカメラ回して撮っていいわけがないんだよね。で、仮にそれがいいとしても、公開していいかはまた別、うん、そう YouTube とかに載っけていいかはまた別問題、うん、自分の私的な楽しみとして、思い出としてですね、ちょっと家で楽しみたくてって、主人と見たくてって、娘が来れないから一緒に見たいんですって言われたらダメだとは多分人情的にも言わないじゃん。そうですね、うん、そりゃそうです。よろしいですかっていうやっぱ一言をさかけるのがやっぱりモラルであったりマナーであったりさ、だと思うんだよね。いや本当そうですね、うん。まあ、今自分がこうやって YouTube をさ、俺もやりだして、そういうことがすごい気になるようになったわけ。当たり前だけど、俺が YouTube やってるんだったらもう俺の音は俺のチャンネルで聞いてくださいよってまあ話だから。そりゃそうです、ね、うん、これ別にさ、高飛車に言ってるわけでもなくって、当然のことでしょ。そうってなわけで、まあ音楽家の弾く音というのはやっぱり大事な大事な商売道具ですから、勝手に利用するのはやめましょうということの動画でした。そうですね、そう、権利関係って結構やっぱりいろいろ分かりづらかったりなんたりするから、まあそうやって例えばじゃあちょっと許可取るの忘れてました、載せちゃったっていうのはしょうがないと思うんですけど、それをまあなんか振り返ってみて、やっぱり正していくっていうのが大事かなと、はい、思います。ではまた次の動画でお会いしたいなと思います。じゃあね